きました。ただいま7時に動きました。電車で1時間ナポリに到着しました。こんな感じの景色です。朝8時ですけどこんなに結構混んでるナポリです。なんかナポリ降りるとさ、ちょっとローマと雰囲気違うよね。ああね、なんか面白いよね。なんて言ったらいいの、 下町ではないけどタワマンみたいな感じのものと新しいものと下町感融合しとるみたいな、そんな感じだよね。朝からすごいね。船乗り場に着きました。9時10分のに乗っていきます。結構人がいます。ゲート C から乗っていきます。人がすごいです。人がすごいです。人が乗ってます。動き始めてます。でも賑やかです。こんな感じで満員です。本当満員やよ。
危ない結構。すごいね、綺麗。買えたよかった。チケットを買ってすぐまっすぐ歩くとこのテントがあるので、そこが売り場になります。これがチケット売り場で、ここのフキアをね。乗り方が難しいね。難しいね。見とらないかんって感じ。同じ青いチケット持ってる人がいたらもうついていくみたいな感じで。入ってった。
青い洞窟から出てきまして、これから回っ市街を回ります。この辺のバッグとかいくらなんかな、このお土産の値段がそれぞれ違ったらちょっと見てみよう、ちらっと。かわいい。結構ってか上まで登って、上まで登ってきました。えらっ、疲れちゃった。で、지금무슨생각하며노트북을여나요。나와놀고싶은마음은없나요。알아요그대알면서도어쩔수가없죠。놀자나와신나게놀고남은일하자。헛돌이꽤꼭가려진다。손가락도좀씻기면다무심하게매정하게나와네손가락에게이렇게야놀자나와웃으며놀고남은일하자。그래도네실력은정말끝내주잖아。내가알아신들린네손가락그러니한번만놀자うん、そうやね、ドリンク。ドリンク、先に。うん。これドリンク。あ、レモンソーダいいな。レモンソーダにしようかな。マルゲリータ。
ちょっと高いですけど買ってしまいました。すごい。ここでレモンのこのシャーベット食べながら歩いてます。ナポリは少しなんか私の個人的な感想はアメリカっぽいなと思いました。景色がメキシコっぽいような、建物がオレンジ色の壁の色が多い気がします。ローマよりもビルが多いです。ハロー ナポリです。これから一番美味しいピザを食べに行ってきます。何分ぐらい遅れとるっけ。以上遅れてて、今謝罪のアナウンス流れてドリンクサービスが受けられるみたいです。それで来ました。全体的に遅延してたみたいです。結構はみたいです。入ってみます。
営業しています。Thank you.